はい、それではケンジ君よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケンジです。旅っぽでは営業していて、日々クライアントさんのマーケティング支援の活動を行ってます。で、プライベートでは、世界遺産検定1級を持ってるので、世界遺産を巡る旅っていうのをテーマに、いろんな日本各国、世界各国回ってます。じゃあ結構日本の世界遺産とかにもかなり詳しいですね。そうですね、かなり行きましたね。そしたら今回の企画、旅人に日本のおすすめの旅先を聞くということで、ケンジ君のおすすめの旅先を教えてください。はい、日本にある、世界遺産のうちの一つなんですけど、岐阜県にある白川郷が僕のおすすめです。白川郷どんなところが、どんな特徴がありますか？白川郷は江戸時代からずっと続いてる村なんですけど、それの、文化が、今でも現存しているすごい貴重な、村になってます。結構そういう、歴史的な背景だったり文化っていうのがあって世界遺産に登録されたっていう感じですか？そうですね、白川郷って陸の孤島って言われてて、周りとの、文化とか地域の交流みたいなのがすごい断絶されてたんですよ。なので、江戸時代から住み着いた人々がそのまま、昔の文化をずっと守ってきたみたいなところが、すごい価値のあることだっていうところで、世界遺産に登録されたって背景があるんで、そういったところがすごい面白いかなと思ってます。景観とか見た目みたいなところだとどんな特徴がありますか？すごい雪が降る豪雪地帯なんで、冬はすごい雪景色が、すごい美しいで、春とかになってくるとすごい若葉が芽生えてくるんで、そういった緑の田園風景を、楽しむこともできます。で、夜になると、ほとんど、光とか明かりがないので、星空もすごい綺麗に、見えて、カメラ好きの人とかは星を見に、白川郷に行くことも多いです。白川郷でおすすめの食べ物だったり有名なものってあったりしますか？はい、あそこの地域は、朴葉味噌って呼ばれる味噌の、種類がすごい有名で、それを使った料理を、楽しむことができます。ありがとうございます。そしたら最後に、日本を旅したいっていう人に向けてアドバイスや一言お願いします。はい、僕は世界遺産が好きっていうことで、世界遺産をテーマにいろんな、地域を旅をしているんですけど、僕みたいに、何かしら、テーマを持って旅をすることで新たな、学びとか知識がすごい身について、だから自分の旅に、面白さだけじゃなくて深みも持てると思うんで、そういったのを意識して次からちょっと、テーマを持って旅をするっていうのをやってみると面白いと思います。で、白川郷をこれから旅する人に、一つおすすめなんですけど、白川郷今でも泊まれるんで、もし行った時にはそういった昔ながらの、ところに泊まって、田園風景を楽しんでみてはいかがでしょうか？はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。